スプートニク2号は、ソビエト連邦が1957年11月3日に打ち上げた人工衛星、宇宙船である。犬を乗せており、世界初の宇宙船となったものである。この成功により、有人宇宙船の可能性が明けるものとなった。1957年10月4日打ち上げのスプートニク1号に続く、スプートニク計画における2つ目の機体である。 衛星の本体は円錐型で、質量はスプートニク1号より大幅に重い 508kg に達した。船内にはライカという名の犬が乗せられていた。この他にもガイガーカウンターや2台の高度計などの計測機も搭載していた。スプートニク2号はライカを乗せるために宇宙船として機密が保てるようになっており、内部に生命維持装置を備えていた。 地上への帰還は当初より考慮されず、大気圏に再突入し安全に着陸するための装備はなかった。計画では打ち上げ10日後に酸素が尽きてライカは死ぬだろうと考えられていた。スプートニク2号打ち上げを記念した、切手スプートニク2号は1957年11月3日にバイコヌール宇宙基地より R-7 ロケットによって打ち上げられた。 軌道投入当初の衛星の軌道は、近地点2 1 2トル、遠地点1 6 6 0トル、軌道周期103.7分だった。スプートニク2号打ち上げ計画の責任者は、スプートニク1号の時と同じく、セルゲイ・コルロフであった。軌道投入までは順調だったものの、軌道投入後に行われるはずだったロケット本体と衛星の分離に失敗し、スプートニク2号は、 ロケットと結合したまま軌道を周回することを余儀なくされた。さらに衛星の断熱材も一部が損傷した。これらのトラブルにより熱制御が妨げられ、船内の温度は摂氏40度にまで上昇した。ライカが実際にどれだけ生きながらえたかは正確には分かっていない。初期のデータではライカが動揺しつつも食事を取る様子がうかがわれた。その後は、 蒸気の熱制御の問題で異常な高温にさらされたため1日か2日程度しか持たなかったと考えられている。スプートニク2号からの通信は11月10日に途絶え、さらに打ち上げ162日後の1958年4月14日に大気圏に再突入し消滅した。ありがとうございます。